こんにちは。マックテクノロジー研究所の松田です。えー、今回はですね、Apple2、えー、の最初期の広告のお話です、はい。広告の秘話と言いましょうかね。トラブルの話 <laughs> となります、はいえー。題しましてね、Apple2 初めての雑誌広告秘話。はい えー、アップル2、初めての雑誌広告秘話と題してね、お話をさせていただきたいと思うんです。えー、このアップル2自体は、1977年4月の16日と18 17日の両日ですね、サンファンシスコで開催された第1回、ウェストコーストコンピュータフェア。 まあ、通称 WCCF と表記されてますけどね、ここでデビューしました。ね、大変好評だったようですね。で、まあ、その経緯などについてはね、また別途、いろいろと、えー、この回想録でもお話しする機会があろうかと思いますけどもね、今回はその最初の Apple2 の広告のお話になります。 このね、アップル2最初の広告はね、えー、あの6色ロゴのデザインを手掛けました、レジス・マッケンナーエージェンシーによるものだったそうですね。えー、WCCF の反応の良さに勢いを、ね、つけようと、えー、最初の雑誌広告掲載をすることになったわけですけども、 ターゲットはね、エレクトロニクスホビー雑誌であります。バイト誌。バイト。ね。に載せることになりました。えー、それは WCCF からね、2ヶ月後となる1977年6、6月号だったそうです。私もね、その6月号、現物探したんですが、残念ながら見つからずですね、えー、 見つからなかったんですが、ただし、その一月後のね、1977年7月号のバイト、これ本物ですけど、ね、これを手に入れることができまして、ここにもね、同じ広告が載ってるんで、えー、間違いのないお話ができるわけです。ね、一時資料として。で、広告はね、 見開き、2ページと3ページ。こういう感じですかね。2ページと3ページっつうかね、全部でね、広告は3ページあるんですよ。ね。でね、これがまあ見開きですね。ちょっとぼやけて、正体は笑いかもしれませんが。そしてね、3ページ目は、えー、ページを1ページめくると、まあ広告というよりね、オーダーホームなんです。 オーダーホーム。ね。ただね、このオーダーホームもね、余談ですけど、えー、私らは古いね、えー、資料を漁ってる人間にとってはね、非常に貴重なものでね、Apple II のまあ当時のですね、メモリー搭載容量による価格の違いがよく分かります、はい。4キロからね、えー、4 8キロまで。 のメモリ搭載によって価格が違ってますが、まあ、それはともかくね、このオーダーホームページ、3ページ目の広告、重要なのはね、実は Apple II の販売となると、スティーブ・ジョブズが、えー、主張して実現した、まあね、プラスチック製の、ね、よく知られているプラスチック製のえケースに収められて、 パーソナルコンピューターとして、えー、まあ、えー、販売されたと。まあ、そういうね、えー、話。これがあの印象として残ってますね。ただね、このオーダーホームを見ますとね、それはそれとしてですね、ボードオンリーでも販売してたことが分かります。ね。だからなかなか資料というのはね、えー、重要ですね。 もうこういうものがないと、そんなことは、えー、忘却の彼方ね、誰も気にしないことになってしまっている感がありますが、a p p l e 2、ケースに入ってない、ね、ボードだけ、基板だけの、えー、販売もしていたということが分かります。はい、さて、えー、本題ですかね。このアップルの最初の広告はね、 えー、見開き左側にはですね、えー、なんですかね、えー、イントロジューシングアップル i とね、えー、記された大きめのテキストがありましてね、その一面写真なんですが、奥のキッチンにいる女性が笑顔でこちらを振り向き、 手前には若い男性が Apple 2を操作しているといったね、シーンで構成されていすまあね、多分にホームコンピューターというコンセプトをね、意識したものだとわかります。ね。えー、まあこのね、広告、えー、当時、えー、のね、 えー、時代背景を考えるとね、斬新でおしゃれな広告であったに違いないんですがね。うん。さすがアップルだと思うわけですが、しかしこの、えー、広告、実は失敗に終わったんですよ。うん。それもね、まあ、うん我々が考えるとね、 考えるとというか考えもできないことで、まあえー、引っ込めざるを得なくなった。まあ今申し上げた、えー、ね、多分これパートナーでしょうかね。ここの、えー、このページが問題だったというわけではないんです。実はこの見開きの 二ページ目ですね。これか。この写真にクレームがつきました。ね。えー、なんかね、そういうことを考える人がいるんですね。まあ、文化もね。 価値観も全然違う日本とアメリカ、そして時代背景というのもあるんでしょうけどね。うん、このね、見開き2ページ目の左下に採用した写真で問題は起こ,起こりました。はい。でね、結果的に、この、えー、約半年分の広告からね、この当該、当該写真のみ、 新しいものに差し替えられることになりました。うんえー、なぜその部分の写真だけが変わったのか。ね、当時からさまざまな推測等にいくつかのね、噂話がね、流、え、布、ー、されたようです、はい。まあ、私がね、この話を耳にしたのはずっと後年のことでね、 えー、1980年代半ばだったからだと思いますけどね。本郷の ESD ラボラトリーあたりで見にしたんじゃないかと思います、最初はね。うん。でね、問題になったとされる広告写真。ね。えー、なんかね、えー、どうして本当に、本当の真意は、 どんな問題があったんで差し替えられたのかというのはねアップルの公式な見解がないもんですからまあ分かんないわけですよ、ね、ただいくつかの噂のうち、まあ、一番信憑性の高いとされてたもののお話をさせていただきますけれどもはいえー、この雑誌広告を見たね 一人の女性からスティーブ・ジョブズがね、クレームの手紙を受け取ったという,う話でした。ここから問題が始まります。要するに、ね、スティーブ・ジョブズに直接、えー、とある女性がクレームの手紙を出したと。で、その内容はね、えー、この写真。 女性がゲームコントローラーを握り、対面している男性が女性に指を突き出しているという、その単純なシーン、私から見るとね、何の変哲もない和気あいあいとしてゲームを楽しんでいるように見えるんですが、このシーン、セックスを連想,連想させて不快であるというものだったといいます。 まあね、繰り返しますけど、文化の違い、宗教観の違い、時代背景の違いなどでね、写真や映像を何らかのシンボリックなものとして受け,受け止める傾向がね、まあ我々にはありますけれども、えー、ことの真意はともかく、ね、当然アップルにはそんな意図は毛頭ないわけですけど、新興企業のアップルにとってはね、そうした そう見られること自体が大きな問題だったようです。ね。えー、ジョブズがね、本来なら反論することもできたわけですよ。あのジョブズですからね。まあ、しかし、レジス・マッケンナの、何ですかね、アドバイスなどもあったんでしょうかね。 結果としてアップルは半年後の広告から当該のページ写真をそっとです。アナウンスせず、無難なものに差し替えたんです。ね。うん。差し替えた後の写真、その比較もね、ちょっと後で載っけておきたいと思いますけれども。えー、まあね。うん。このクレーム。 はともかくとしてもね、ホームコンピューターというね、広告戦略が時期早々だったというね、反省もあったようです。ねえー、まあ、今となってはね、本当にクレームがあったのかどうかなど確かめようもないわけですが、えー、広告が差し替えられたこと、これは事実。 なわけですよねアップルが広告戦略の、まあ、うん変更を余儀なくされたという事実、これはあったわけです。でね、これとは別にね、えー、この1977年の終わりごろ、業界筋のキーマンからね、やはり上手に手紙が届いたとそういう話があります。その内容はね、 アップルーは記者の広告イメージとは違い。ね。まだまだ家電のように誰でもが簡単に使えるものではない。と断言し、続けてね。このアップルの広告は、証券市場分析や家計簿プログラムが存在するかのように訴えているけれども、そのプログラムはどこで買えるのか。 という、ね、えー、辛辣なものだった。と言います。まあ、実はね、それを実現するプログラムの提供は当時まだ存在しなかったんですよ。従ってこの広告のモニターに映っている画面、これは100%ダミーだったわけですね。うん。えー、確かにね、 この広告の左側ページの写真ではね、株価表示と見られる画面がありますしね、机の上に見えるその資料の範囲ではね、カセットテップレコーダーもフロッピーディスク等の外部機器がありません。これでは Apple II 本体だけでね、証券市場の分析などができるように思われちゃっても仕方がない。 という部分があったかもしれません。ね、まあ、要はね、このね、Apple2 最初の広告戦略はね、えー、時期早々間違い。いや、ね、古代広告,に広告になるかも。というのがね、レディス・マッケンナーエージェンシーのね、反省の弁でもあったと、えー、言われているようです。ホームコンピューターとね、目を打つには、 時期が早すぎ。ね。まだマニアとかホビーズとあるいはね、コンピューターの知識を持ち、ビジネス思考を探るユーザーたちへのアピールがね、大切な時代だったんだと。ね。えー、そういう時代だった。と見ていいんではないでしょうかね。えー、とにかく、 ねえー、アップルはこの広告、えー、一部差し替えからアップルのアップル2の広告が始まったってことですけれども、えーまあ、同年のね、1977年の同じく毎年、11月号になりますとね、アップル2の広域な販売体制が整ったということでしょう。各州のコンピューター取扱店の、ね、リストがね、 ずらりと並んでいるページ、これに変更になってます。うん。えー、なんですかね、えー、書籍、えー。日本ではね、プレジデント社から、えー、刊行されてますけども、えー、マイケル・モーリッツ著、スティーブ・ジョブズの王国。ね。えー、これによりますとね、 この広告戦略の軌道修正に関しね。ありがたいことにアップルは小規模な業界に存在するちっぽけで目立たない会社だったために、この路線変更はまともに問題視されなかった。大企業がこんな失敗を犯したら、膨張されてひどいことになるのが普通だが、アップルはまだ 無名に近い存在であり、拡大途上にある、ね、市場のと、市場独特のね、特有の寛大さにも助けられたんだと、書かれてます。うん。えー、まあそんなね、事実を繰り返しながらね、えー、これまでお話ししたね、クレームの話をね、 考えますとね、この噂話がどこかうさんくさく感じてくるのはね、私だけではないんじゃないでしょうかね。うーん。うーん。アップルは初めての広告。ね。ある意味で、古代広告及び戦略の誤り。こっちの方がね、えー、広告の写真が セックスを連想,あの連想させる、えー、そうしたクレームであるより、ね、えー、古代広告といったものの方が、ビジネスの失敗としてはね、当時としては大きかったんだと思うんですよ。ね。そういうことを考えますとね、う、え、が、ー、った見方をあえてすれば、このね、広告戦略の誤りをね、 すなわち、ホームコンピューターからパーソナルコンピューターへのスムーズな路線変更をね、えー、促すためにこうした話をね、どこかなんかリークしたのかもしれない。そんな風にもちょっとね、考えたことがありますけどね。うん。えー、でね、この広告のお話、ね、うん。 実はこれでおしまいではるとね、まだ突っ込みどころがあります、ね。古い資料はこれだから面白い。えー、冒頭にね、お話した通り、アップル2は <coughs>、この最初の広告と同時期に出荷されたわけですよ、当然ね。えー、そして我々は、えー、w c c f でにわか作りのアップル2が、 5台程度展示されたことというのは、いくつかの資料をこうこう重ねてみてもね、知り得ているわけですけれども、それが厳密な意味において、販売された実機とね、全く同じものだったかどうかという検証は、どうでしょう、したこと、やった方はいないんではないですかね。 うん、どういうことかというとね、えー、この広告1ページ目で、右開き、左側で、えーね、男性が操作しているアップル2をね、よくご覧いただきたいと思うんですけれども、現在我々がよく見知っているアップル2スタンダードと違う点にね、 気づかれるはずだと思います。ね。よくご存知の方は。はい。どうでしょう実はね、えー、それにはね、パワーランプがないんですよ。ね。えー、まあね、このね、えー、最初期の製品には未確認ながら、 パワーランプキーがないものまであるという、ね、話はね、えー、私も聞いたことがありましてね、まだ、えー、この回顧録には、えー、登場させてないですけども、ブログの方にはね、世界初のパーソナルコンピューターと称される Apple II スタンダードお披露目というね、台でね、ブログにはね、そんなことをちらっと書いてあるんですが、 この広告ページに載っている Apple II にはそのパワーランプがない。ね。ん右その右ページ上部に映っている Apple II も同様です。無論、あの、時期的なね、面を考えると、この広告に使った Apple II はね、プロトタイプ中のプロトタイプ、ね、であった可能性も大ですから。 このデザインのまま WCCF に出展したとか、ね、えー、さらに出荷したっていうようなことではないと思うんですけどね。はい。まあね、こうしたね、細かい点も見ていきますとね、えー、この Apple も、ね、 全て何の問題や障害もなく、成功の道をまっしぐらに突き進んできたわけではないということがね、分かってね、興味深いと思います。はい。ということでね、えー、今回は Apple II、えー、初めての雑誌広告秘話と題しまして、お話をさせていただきました。 ありがとうございました。